はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さっきね、マイクラの参戦が決定ということで、誰ですか、スティーブンと、ゾンビとエンダードラゴンとアレックス、4人も参戦するんですよね。これダッシュファイターなのか全員技が違うのかちょっと気になる。まあね、あの主人公となんかあの闇のまがまがしいやつがさ、技一緒だちょっと怖いけど、まあ俺全然マイクラわかんないんで、まあちょっとまあちょっとこれを機にちょっとマイクラちょっとやってみようかと思ってるんですけど、でまああの今回ね、まあワクワクしながら見とったんですけど、何をワクワクしとったかっていうと、あの魔人剣どう当てようかなと。僕あの新ファイター初日に、あの参戦初日に、まあ魔人剣どれだけ早く決めれるかっていう配信をしとって、まあいつもね、まあ総初遭遇2回目とかで魔人剣決めないけど、もう今回1回目で決まるわ。今回ね、あのめっちゃ決めやすいと思う、魔人剣。あの魔人剣の神がそう言うからね。ちょ、今回は、まあ、初の試み、あの、参戦ムービー、まあ、全然情報ない。一応、戦ってそうなシーンを見たんですが、当てれそうなところをちょっと見ながら、レクチャー、指導をしていきます。今、最近流行りのスマブラ指導系動画ということで、魔人剣の当て方を皆さん、僕が教えます。あ、もうこれ、今の、もう早速、俺はね、見逃さんかったら、あの配信で、ここや、こいつ、もう鳥ポケモンかなみたいな感じで、ピューンって飛ぶんやけど、まあ、飛ぶじゃん、ピューンって、これ多分これ、あの、復興だと思うんやけど、まあ、ペイント使って説明すると、まあ、崖があります、これ崖。崖があって、まあ、ガノンがまあ崖でさ、あの、まあ、いつも通り、あの、ね、あの、いつも通り魔人剣を狙ってます。ここでもう魔人剣はまあタイミングが合ってるとしましょう。もうここ当たってますんだけど、まああのさっきのピョーンってこれ飛んだやん、真横に飛んだやんけど、たまに復帰技じゃない、いやじゃなかったらまあそれでもいいんやけど、まあ、あの番数みたいな無敵じゃない横移動と思うんやけど、まあ復帰でしょ、あれ復帰だと思うんですけど、まあ当て方その位置ということで、まあ普通なら下からね、タイミングよくね、ウェブしてね、まあ、ガチってね、掴むと思うんですけど、俺がよく魔人剣当ててる方法なんやけど、まあジャンプがないと、まあ皆さん、あの、早めに、これ届くんかなっていうちょっと不安から早めにね、あの、ウェブを出しがちということで、まあそれを狙ってね、まあこう、ぴょーんって、あ、届いたけど、届きすぎたっていうところに魔人剣当てます。もう一種類決めれますということで、まあ、斜め上に飛ぶんか知らんけどね。で、これがもし違って、ほんとこれ横 B なんやったら、まあ、ほんまにも普通にシンプルに、ファルコとかホックスとかさ、普通に崖上の相手にさ、こう寝るときにピョーンって、まあ、シンプルに横にね、さとこにね、当てれれば、あ、もうこれもう2種類ということで、もう、まさかのね、参戦ムービー、これ1秒で、もう魔人剣2回決める方法を僕はね、見出しました。はい。あ、これゲリフだね。はい。うん。なるほど。OK、分かった。あのですね、ここも魔人剣決めてます。なぜかっていうと、まあ、ここちょっと、まあ、ここはさ、反撃できないムービーなんですけど、ここです。ここ。これ爆発してるやん。こいつ、ドンキに飯食っとけど、もうこの家の中で魔人剣打っとけさ、皆さん、知ってる魔人剣だよ。スーパーアーマーがあるんですよ。だから、これ、もうこの家の崩壊なんでね、スーパーアーマー耐えるんですよ、耐える。耐えて、これもう、ね、耐えてる。もうここ、もう絵で説明するわ、絵で。説明するんやけど、まあ、あの、家がありますね、これ。スティーブの家かな？これ、崩壊しました。バーンの中で、ここで、あの、ガノンドルフがね、これ、魔人剣を狙ってるんですよね、ここで。ここで狙ってるんですけど、ここで、まあ、魔人剣、これ、モーションね。モーション入ってます、モーション。まがまがしいね、闇の木がここでね、モーション入ってるんやけど、まあ、これ、まあ、アーマー耐えましたと。で、ここで、あの、スティーブ君がさ、あの、肉を食ってます、肉を。肉を食ってるんですよ、肉を。肉を食ってるんですけど、まあ、崩壊して、もう、ああ、もう、ガノンドルフ、あいつ死んだと思うときやんって思うやん、もう、耐えて、ポーンって、もう、ここで、ポーンって、ここでもう、ブーンって、後ろからさ、うん、後ろから行けばもう、はい、3種類目。ここかな、ここ、ここ当てるかな、魔人剣。あの、なんだこいつっていう顔でさ、見てるやん、こうやって。ダンボール見てるやん、こうやってダンボール見てるじゃん、これ。エンダードラゴンやったっけ名前見てるやん。んって見てるやん。これもある意味シールドブレイクと一緒でさ、もうアピールなんかなわからんけど、まあもう超好きいただきということで、さあ皆さんお分かりでしょう。ここでね、もう現れるんですよ。ね、現れるんですよ、ここで。ガノンドロフさんがね、現れまして、
もうマジでボーンって消しちゃう。ごめん、真剣にするわ。はい、あ、これなんかね、本当にこのマインクラフトっぽいあの積み上げみたいな、ん、僕見たことあるんでね、ゲームの実況は。何をできるのか知ってるんですけど、まあ、これで積み上げるやつな。はあ、あー、まあ、ちょっとさっきのこっち見よう、こっち見よう、これ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 はさ、まああの積み上げね、まあ、よ、多分色があるから、多分積み上げるね個数は増えてると、あの上限あると思うんですよ。上限の中ではぶっちゃけ即死コンボできるんでね、絶対あの上の方行ってチーム即死コンボとか上投げしてもポーンって言ったら死んでくやん、そんなねやったらね。ここにいますね、スティーブ君が、スティーブ君、スティーブ君いますね、ここにスティーブ君、スティーブ君がおるじゃないですか。おそらくですね、おそらく、おそらくなんですよ、おそらく、まあ、ガノンちゃんですね、ガノンちゃん、ガノンちゃんが出てきました、出てきたんですが、これ、これスティーブの神経がね、あの神経がここ一直線で多分つながってるので、うん、あとこれスティーブ、これスティーブね、 スティーブだから、これ足あるじゃん、足、多分こっからここまで判定があるんで、魔人剣決めれば当たるんじゃないかな。これさ、まあ、これ魔人剣関係ないんだけど、これこれ多分ガノンに弱いよね、この立ち回り、家作るみたいな。これね、家にピチューおるんやけど、まあ、これピチューじゃなくて、ピチューじゃなくて、まあ、ガノンやとしましょう、ガノンやと。ガノンやとしましょうね。ガノン書くな。ガノンやとして、これガノンな。ガノン。ウエスマッシュあるじゃん。ウエスマッシュあれ、剣でさ、ブーンってさ、やるじゃん、こうやって。これ全開やよ、多分これ。だから多分、この状況多分ガノンはね、強いわ。これ、これはもうタイミングちゃう？だからこうやって来るじゃん、スティーブとアレックスが来るじゃん。だからここでもうね、魔人剣待ち構えるときはいいんでしょ。まあ、これはシンプルやわね。これは、まあ、まあ別にレクチャーする必要ないかなって感じなんやけど、まあ、魔人剣ここ置いときはさ、当たるやん、バーンって。うん、まあ結構当てやすそうな技多いな、これね。もう皆さんわかるんじゃない、これは。まあもう俺の動画もちょっとわかると思うけど、まあ多分これ爆発するやつだと思うけど、まあ爆発しますね、してるんやけど、多分僕もサムネにしますわ、これ。まあこれ TNT ってなんか俺なんか知らんけど、TNT 爆発するじゃん、これ。バーンって爆発するじゃないですか。まあもうありがちなやつ、俺の大好きな、もうまあこの TNT 魔人剣で多分俺サムネつけますよ。だからもうこれもう目の前で、目の前でガノンドロフ、目の前でガノンドロフね、もうシンプルに魔人剣を、あの、魔人剣を、ま、スーパーマンね、もうこれあのおうちみたいな、あのボケじゃなくて本当にもう耐えると思います。もうもうこれ爆発してもガノンさんでも生きてます、生きてるんで、そこによし爆発させた、イエーイってきた、あのね、イエーイってきたスティーブを、まあ、バーンって魔人剣、これが一番実用的かもね。一番なんか実用的じゃなそうで、一番なんか決まりそう。まあ、シンプルに TNT 対魔人剣ですね。終わりかな？まあ、でもこれ絶対復帰やわ、これ。これ絶対復帰やわね。だからまあ、今回まあ6種類ぐらいの魔人剣の当て方を皆さんにあの、まあ、伝授しましたということで、まあ、僕はね、この、まあ、30秒ほどの間でね、もう6種類ほどの魔人剣の、まあ、決め方をもう頭の中に想像したということで、まあ、これ、皆さん魔人剣の神になりたければ、魔人剣の神にを越したければ、まあ、これぐらいのね、あの、ま、魔人剣道はね、持っておかなあかんということでね、まあ、ね、あの、ま、あの、3日に使い方ということは、まあ、3日か4日ぐらいに多分配信なんで、魔人剣配信、ね、お楽しみにしていてください。はい。あたした。